どうも、上から読んでも下から読んでも大谷大です。今日はラーメンハルトマリに来ています。油飴、油好きな、どうしよう、札幌味噌ラーメン、じゃあ行きましょうか。ねえ、大餃子もあるよ。餃子もあるよ。餃子食べる、餃子食べる、餃子行きましょう。じゃ行きましょう。どうもどうも、お久しぶりです。お久しぶりです。ラーメンハルト盛りは食券システムですね。中華鍋を移すところ、味噌ラーメンはそうやって中華鍋で一個一個作ってるんですね。ここで熱々の、はいはい、ラーメンができるところ。なるほど。イケメン店長のハルトモさんです。はい、お待たせしました。ありがとうございます。いただきます。美味しいですわ。あ、味噌うまいっすね。めっちゃうまい。具はあれですね、玉ねぎとかも入ってるんですね。玉ねぎ、もやし、ひき肉で、チャーシューなし。餃子、これが2人前ですね。はい、ラーメンハルトモリの店主のハルトモさんです。ハルトモです。今日うまかったっす、めちゃめちゃ。今日初めて味噌ラーメン。そう、味噌ラーメンめちゃめちゃうまい。味噌ラーメンは、チャーシューが入ってないんで、はいはいはい、デポでは、うんうん、チャーシューが食べたい人は味噌チャーシューを選んでください。あ、なるほどなるほど、そういう選択肢もあるんです。そう、味噌チャーシューめちゃめちゃうまいです。はいはいはい。ちょっとじゃあ次回はそれでいきます。はい、ハルトモさんのところのチャーシューめっちゃうまいですもんね。柔らかいです。うん、俺チャーシューって基本的に苦手なんですけど、ハルトモさんのチャーシューはうまい。ありがとう。煮豚みたいな感じのね。ぜひぜひ食べに来てください。お願いします。ぜひぜひ食べてください。ハルトモリでした。